はいみなさんこんにちは試験対策講座の選び方論述編ということで、えー、こちら私レックキャリアコンサルタント大森智美と申しますよろしくお願いしますはいそれではですね論述試験対策講座ということでちょっと進めさせていただきたいと思います、えー、レックのねキャリアコンサルタント養成講座というのは今年二十一周年なんですけれども 資格試験合格のレックというのは、四十三年間にわたりさまざまな資格の受験指導をしてきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家資格国家試験の対策講座を用意しています。まあ、レックの国家資格キャリアコンサルタント試験対策講座はキャリアコンサルティング協会向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。 論述試験の問題はですね、過去3回分公表されていますが、回答例などは公表されていません。論述の記述方法などがわからない方はぜひご受講くださいということなんですが、レックで準備している論述試験対策講座は、えっ、ー、と論述合格講座が、えー、通信ウェブと通学がございます。あともう1個論述試験対策藤原ゼミというね、藤原先生ってもな昔からレックで長年 やっってらじゃあまずですね論述合格講座なんですけどもこちら通信ですねえ講義内容が「論述とロールプレイはいずれも実技試験で本質的に求められることは同じです」。「クライアントの訴えを正確に把握しコンサルタント視点で課題を見極め気づきを促していくプロセスを対話で行うか」。 書面上でその理解度を示すかが異なりますこの講座は論述試験に焦点を当てた講座ですけれどもロールプレイにも通じるキャリアコンサルタントの本質的なスキル向上を図るために有効です、まあ、講義で使用したまあ4問の添削指導がついていますこちら写真が出てますけれども、えー、内藤先生ですねこの先生で講座時間が通信ウェーブが3時間 通学は四時間ですけども、こちらはですね、通学は演習が、時間も含まれて四時間になってます。で、受講料が、えっ、ー、と、通信ウェブ、通学とも同額です。こちらは一般価格一万五千円。で、レック受講生だったら、二割る域で一万二千円ですね。添削指導の四回分がついてます。通信と通学のレジュメは同じものを使用します。通信、通学とも、講義内容も全く同じになりますので。 こちらね、ウェブ受けてまた同じ通学もし受けられてもいいですけども、まあ、まあレジュメは同じですのでねであの通信の方は全国からどこからでも通信受けられますので、はい、通学はですね実施している本校が異なりますのであのやってるとことやってるとこがありますのであのご注意ください,、はい。続きましては「論述試験対策講座の藤原ゼミ」っていうね通学講座だけ通学講座になります。 こちらはですね、えっと、講義内容が、まあ、国家試験の対策講座の指導経験が長い藤原先生ですね藤原講師による論述講座になります、まあ、論述試験は文書作成力が問われます伝えたいことをどの順番でどのように回答用紙に表現するか悩む方どうやって書いたらいいのかなって悩んでいる方にお勧めします論述としてまとめ上げるための段取りやポイント 注目すべき点などについて、直接指導をしてくれます。講義で使用するのは三問、過去問三回分なんですけれどもね。そちらの添削指導がついています。講座時間は四時間。講義プラス演習ということですね。で受講料が一般価格の一万五千円。レック受講生は一万二千円になります。え添削指導の三回分がついています。こちら通学講座になりますのでね。あの先ほどの、あの四問の。 やって内藤先生の講座よりもちょっとじ若干同じ時間なんですけども演習時間がねあのゆったりとしておあの教えてもらえますのでという感じになってますね。こちらもですね実施している本校が限られてますのでねこちらもご注意ください。で論述試験のね添削提出時の注意点というのがありましてねこちら、えー、通信ウェブ講座は教材はですねオンラインスタディー SP にありますので ご自身でダウンロードしていただくことになってます。その大したページ数ではないんですよ、あのレジュメ自体はね。ちょっと講義やりますけども、コツ、ポイントみたいなレジュメになってます。ポイント講座みたいなね。で、ウェブ通信講座は回答用紙もダウンロードして、ご自宅で印刷していただき、過去問は教材に掲載されている回のみとなってますけどもね。ご自身の回答を記入してレックへ郵送してください。 たまにですねあの授業でやってない過去のすごい昔の,、ね、あの会をで、ね、あの送ってくる方いらっしゃるんですけどちょっと採点できませんのでねご注意ください。で通学講座で受講した方なんですけどもえ講座中は演習時間が短いですのでご自宅に帰ってから通学講座時に配布された回答用紙に記入してレックに郵送していただきます。まあ、郵送したものを返却 ご希望の方は別途郵送返却オプションというのを申し込んでいただければ、あのちゃんと紙が戻ります。通常はですね、あの紙で書いてそれをスキャンして、それがウェブにアップされてあの見る赤ペンを入ってるのを見るっていう形になってますけどもね。紙ごと返却してほしい方は郵送返却オプションというのを追加してください。 添削課題の記入は必ずこれはですねあのスキャンするので薄いかったらこうスキャンしたデータがスキャンできないんですよね薄い字だと読み込めない場合があるので,で必ず回答はこう崩してない文字で書,書いていただいてで間違えた場合はしっかり消しゴムで消してから 書き直していただかないと、スキャンするときに文字としてなってしまうと、ちょっとちゃんとね、添削できませんので、ご注意ください。あとはですね、パソコン等で出力したものは、あの、てん、せ採点しませんので。手書きで必ず提出してください。まあ試験もですね、手書きですのでね。あの、手書きの練習もか、訓練も兼ねてますので。まあパソコン等で、まあ。 出力回答された答案は採点できませんのでね、ご了承ください。で最後ですね、添削の締め切り日を過ぎても添削いたしますけれども、遅れた場合は添削データのアップが試験日に間に合わない可能性がありますので、試験日までにご提出していただければと思います。まあ、回答用紙がですね、こうレックに到着して、であのそこからスキャンをしてで、添削の先生にね、添削してくれる先生に、 あのメールで送りしてでそこであのデータ上で赤でこう記入してくれるんですよ。ここはもうちょっとこうした方がいいよとかねそういうのを添削データがまた戻ってきてそれが皆様のマイページにアップされるまで1週間から10日程度かかりますのでねなのでやっぱりギリギリに「明日試験なのに!」っていうのギリギリだとちょっと間に合わないですのでちゃんと締め切り日結構早めに締め切り日設定していますけどもちろん締め切りした後でもねあの 答案回答しますけれども、添削しますけれどもね、それが試験間に合わなかった意味ありませんので、あの必ず間に合うように出していただければと思います。はい。では最後にですね、えっとお問い合わせ先です。お問い合わせ先はお申し込みお問い合わせはレック各本校営業時間は各本校ホームページをご確認ください。えー、レックコールセンターですね。あとはゼロ五七ゼロ六四四六四ということで。 あのコールセンター繋がる時間ですこちらね。まあ陽性講座のね終了後試験まで間が空いてしまうので、まあ力を落とさないようにさらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用ください。お申し込みのお問い合わせはレックカカーンコまたはレックコールセンターですね。で試験に関するお通じお問い合わせにつきましてはキャリアコンサルティング協議会国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでお願いします。 以上になります。じゃあ論述試験合格講座ということでね論述試験対策講座以上になりますのでなんかまたお問い合わせいただければと思います。じゃあ皆さん試験頑張ってください。